マッチはレース出ないの。どういうこと？もう乗らないのかってことじゃないですか。いや僕ねちょっと考えてるのは、森蔵さんが出てるじゃないですか。そうなんですよ。だから森蔵さんが出てるレースに例えば年1回24時間レースやってるじゃないですか、はい、あそこにねなんかこうエントリーして今森蔵さんが出たぞって言ったらよし俺もって乗って一緒にこうサーキット走るのは夢。いいっすね。僕も今朝ですね30年ぶりぐらいに朝、自分の部屋で採寸していただきましてカーボンの新しいヘルメットを、作りました。マッチもそろそろ運転したいんじゃないの。あれあれれれれっていう。ちょっと待ってくださいよ。これも出るんじゃねって思ってるんですけど今日は答えらんない今日は答えらんない待って今度なんか森蔵さんがマッチさんのラジオに出演する機会があるって聞きました、ね。はい、近藤正彦レディオガレージ出るって聞きました。2週連続でゲストに来ていただけるというこれです。はい、もうここでもう全部発表します。決定決定です。会長の方から、はい、あることを発表していただきたいと思っておりまして、はい、よろしくお願いします。はい、では発表させていただきま す、マッチに、はい、うちのチームのドライバーとして、うん、スーパー耐久、うん、富士24時間を、うん、走ってもらいます。イエーイやっと言えましたね。もうすっきりした。3台あるんですよね今日は。マッチに乗ってもらいたいと思ってるのは、はい、水素エンジン。水素エンジンちょっと楽しみです ね。しかもそれをね日産のレーシングウェアで乗るっていやでもこのお話を会長からいただいてどうだやらないかっていう、もうぜひ僕も乗せてほしいですと。でその前にちょっと日産の方にお伺い立ててきますと言ったら、うん、日産さんもすごくいいことなんで、うん、もうその大会を盛り上げてきてくださいということで、うん、よかったといや本当に無事乗れることになりました。今日は5月15日です。スーパー耐久富士24時間レースのほぼ1週間前、走行テストが行われています。そして富士山のすぐ下、水素タンクがありますね。今日は水素エンジンの走行テストもやっています。でここ富士スピードウェイにですねマッチさんがやってくるんです。すなわち今日はマッチさんが水素エンジンに初めて乗る記念すべき日ということになります。この後ねマッチさんやってくるっていうことなんでちょっと待ちましょうか。そろそろかな。あちょっと今マッチさんが来たっぽいですね。来たぞ。やっぱり車は日産。どうです。どうもどうも。こんにちは。よろしくお願いします。いや恥ずかしいんだけどさ昨日寝れなかったよね。おこんにちは。来ましたね。やばい。かっこいいっすね。本当着心地いかがですか。なんか髪の型からして鏡見たら小鷹に見えてきちゃったんだよ。ついにマッチが富士スピードウェイにレーシングスーツで登場しました。これはよろしくお願いいたします。どうぞ。いらっしゃいませ。日産のマッチさん。森戸さん、マッチさんのレーシングスーツ姿どうでしょう。いや、やっぱりかっこいいですよね。近藤レーシングのオーナーっていうのも最近定着してるんでね。だけどやっぱりね、僕のイメージのマッチはね、レーシングスーツ。レーシングスーツ。ありがとうございます。それと、あとは銀ギラギ。じゃあ、行ってきますか。はい、早速いろいろ教えていただいて、はい、さあ、緊張感持っていこうか。待ってましたよ、この瞬間ね。行きます。さあ、いよいよJRP 近藤正彦会長、マッチさんが水素エンジンカローラに乗り込みました。森戸さんが扉を閉めました。
さあマッチさんの水素エンジンの初走行、さあエンジンが高くなって今コースインしていきます。タイムを見られてるとは危ない。これが32号車ですね。32号車も個人戦です。今日の目標は今日の最後で5秒台って言ったんでね、うん、で無理だって何や。もう少し時間ください。緊張した。緊張、はい、緊張したけどでも楽しい。楽しい、楽しい。ついにこの日を迎えましたね。早いですね。もう計画してから、まあ、1年とは言わないですけどもあっという間に来ちゃって、もうなんかちょっとまた恥ずかしい話なんだけど、食べ物とかも注意しちゃってるの。本当にフルーツとりあえずバナナあったら買ってきてみる。レーシングドライバーみたいになっちゃう。水素エンジンという未来の可能性の詰まった技術、うん、これについてはどうですか。やっぱり夢があるというか未来があるというか、まあ、スタート段階だからみんな模索し試行錯誤してやってるじゃないですか。その一員にちょっとでも慣れたっていうのは僕はちょっと誇りに思えるし嬉しいですね。このエンジンと変わんない、変わらないですね。それがちょっと驚いた。もうちょっと言い方悪いんですけど小馬鹿にしてきたんですよ。もうレーシングカー、うん、ちょっと行き過ぎたらもうスピンそうだし、ある意味ちょっと舐めてかかりすぎちゃったかな。ちょっともうちょっと真剣に行きますよ。そして32号車のタイムアタック争いに巻き込まれ始めてますね。そうですね。申し訳ないけど午後は行きます。もっとブレーキ奥まで行きます。アクセル踏みます。成績表あ、これね、はい、はいはいはい。1コーナーのブレーキング多分今150ぐらいで行ってるんですけど、はい、100メーター看板のちょっと手前から試してもいいと思います。結構アクセルを早く触って、うん、触ってるんだよね。癖があるかもしれないですね。フォーミュラードライバーだからテスト走行の日、マッチさんの2度目のドライブ、最初のタイムが2分6秒8でした。なんとかまず2分5秒台を、そして森蔵さんの2分2秒台までどこまで近づけるか。さあ、マッチさんの水素エンジン2度目の走行、さあ今コースイン、129。マッチさん一気に2分5秒台飛び越えて2分4秒129。おお、5秒切った、切った、一気に飛ばしました。何秒？2分2秒654。2秒入ったんでしょ。2秒入りましたね。もういい
じゃない意地ですね近藤さん、すごくいいタイム出てますので今森蔵さんまで 0.6 秒差です。よろしくお願いします。2分2秒654の好タイムをマークしたマッチさん帰ってきました。どんな表情、どんな言葉を残してくれるんでしょうか。マッチさんどうでした。ドキドキするねこの走り最高最高なんか久しぶりに聞きましたそれ本当にドキドキしましたでもすごいすごい1年2秒やちょっと先が見えてきたこれはでもヤマケンには相当あれですね、はあ、もうあれ逃げたなあいつ。いやでも2秒入らせていただきました。ありがとうございます。いやいやもう早かったね。